りました。フラッグフットボールはアメリカンフットボールの魅力をそのままに、誰でも手軽にできるよう工夫されたスポーツです。安全にプレーができるように防具はつけず、体と体の接触を禁止し、タックルの代わりに腰の両側につけたフラッグを取ります。服装、シャツはズボンの中に入れましょう。シャツが出て入れるとフラッグと間違えられてシャツを引っ張られます。フラッグの付け方です。ベルトを後ろから回して前でソケットにカチャッと差し込みます。余ったベルトはぐるぐる巻き込みましょう。1番のポジションがセンター、2番のポジションがクォーターバックです。1番センター、両足を少し広げ、膝を曲げて腰を落として背筋を伸ばして、クォーターバックのレディーの掛け声で両手または片手でボールを握ります。足を少し広げます。腰を落とします。レディーでボールを握ります。レディーゴーでゲームが開始されます。レディーゴー。レディーゴー。クォーターバックは手を開き、センターからのボールをキャッチします。次はブロックです。小さい前習いをして手を開きます。これがブロックの姿勢です。手を開いたり前に突き出したりすると反則です。実際にブロックをしてみましょう。ブロック、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 ブロック。守備がブロックの姿勢をとっている人にぶつかると反則になります。ハンドオフ、手渡しパスです。クォーターバックが走ってきたランニングバックのお腹の中にボールを入れます。ハンドフェイク、手渡しパスをするフリです。クォーターバックは走ってきたランニングバックに渡すフリをして、クォーターバック自ら走ります。パス、まずボールの握り方です。
ボールの縫い目に小指がレースの真ん中に来るように握ります。とんがった方をキャッチする方に向け、頭の上から握手をする感じで投げます。ボールのキャッチ、親指と人差し指三角形を作りキャッチします。僕たちアメフト大好き党。